On the ice, representing Russia, Maya Usova, Alexander Shulin. さあ、ロシア。現在2位、マイヤー・ウーソワ、アレクサンドル・ユーリンです。現在の世界チャンピオン、ますます円熟味を増してきました。流れるようなスケーティング、複雑なステップも簡単に見えるほどの技を持っています。金メダルを狙っての演技です。使っている曲、ニーノ・ロータのノッタ・デ・カビリア、カビリアの夜です。これまでの5年間、世界選手権のメダルは金銀銅すべて取っています。ただ一つ欲しいのはオリンピックの金メダルです。女性ウーソワ、体重は45キロです。4分という演技の時間をいっぱいに使い切りました。ロシア、マイヤ・ウーソワ、アレクサンドル・ジューリン、現役の世界チャンピオン。ユニークです。2人の調和、
一つ一つの演技にメリハリがあります。現在2位のこのロシアのウーソワ・ジューリン、この後にフィンランド4位のラーカモ・コッコ、そして1位のイギリス・トービル・ディーン、一番最後がロシア3位のグリシューク・プラートフと続きます。さあ、まもなく9人のジャッジによっての採点が出ます。テクニカルメリットです。 5.9 が1人、残りは全部 5.8。 5.9 を出したのはベラルーシ。この点を見て場内大きな拍手ですが、2人の表情はどうでしょうか。この点で果たして現在トップのトービル・ディーンに対抗できるのか。アーティスティックインプレッションが出ました。これは高いです。 5.9 が6人、そして3人の 5.8。 もちろんこの時点でウーソワ・ジューリンがトップに立ちました。ここまで18組終わりました。ウーソワ・ジューリントップです。